皆さんこんにちは。アゴラ編集部の石田正彦です。毎週木曜日、今週のアゴラという番組をやっています。今日はですね、9月7日に、池田信夫さんがですねアゴラに、投稿しました。人は物語でなしで生きられない、私はどこにあるのかという、これは書評なんですけれども、ザガニガっていう人が書いた私はどこにあるかっていう本からその本の内容から朝日新聞の記事の捏造、その背景を、書いたエントリーです。それについては、まあ、そのエントリーを9月7日の池田信夫さんのエントリーを読んでいただければわかると思うんですけれども、今日はですねこのザガニガの本というものをちょっと皆さんに紹介したいなと思っています。このザガニガっていう人が非常に言いにくい名前なんですけれども、アメリカの心理学者で、現在はカリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授をやっています。で、何冊か著作があるんですが、この私はどこにあるのかっていうのは最新作の本になります。これはですねザフォード講義、今ちょうどスコットランドの独立運動が話題になって、おそらく今日投票だと思うんですけれども、ザフォード講義というのはスコットランドの4つぐらいの大学が集まって、もう150年ぐらいの歴史がある、いろんなこう著名人、著名な研究者が1ヶ月ぐらい集中講義をするという、そういう講座です。その講座の内容を集め、まとめたものが、このザガニガの本になりますね。ザガニガって人はですね20世紀の半ばぐらい、ちょうど1950年ぐらいからですね、人間の脳の研究を始めまして、認知とか人間の心理とかですね、そういうものをずっと研究している方なんですけれども、主にですねその脳に損傷を受けた患者さんの、右脳と左脳の間に脳梁という、 こう架け橋のようなものがあるんですけれども、そこをですね外科的に、まあ、侵襲的にですね切断して、右脳と左脳の間の連絡を取ってしまう、そういう外科的手術で、そういう脳の損傷を受けた、脳に血管障害のある患者さんの対象にした心理学的なテストをして、それをうまくこうまとめていったっていう経歴の持ち主なんですが、もちろん今はですねそういったロボトミーのような脳外科手術はあまりやられていないし、倫理的にもそういう患者さんを試すみたいな、そういう実験もなかなかできにくくなってるんですが、彼はまあ半世紀ぐらいそういう実験に取り組んできたということです。皆さんよくご存知だと思うんですけれども、人間の脳、大脳っていうのはその右脳と左脳があって、それぞれこう役割が違うわけですね。で、まあその例えば右脳、左脳っていうのはまあ論理的な機能を司っていて、右脳はまあ感性とかそういう感情とかそういったものを司っているっていうふうによく言われますけれども、これはまあ我々はこう権利こうその左右が脳梁という架け橋でつながれていて、その右脳と左脳がこう連動しながらいろんな判断をしているわけです。ただザガニガって人はですね、この脳梁を切断してしまって、右脳と左脳がこう連携できないような外科的手術をして、そしてまあそういう患者さんを治癒してきたわけなんですが、我々のこう例えば視覚ですね、目の神経っていうのは、非常に面白い、右の目は
左の脳に、で左の目はこう右の脳にこう交差してつながっていると言われています。で要するに、例えば右の脳っていうのは我々の左側の神経とつながっていて、右の脳っていうのはこの左側の神経につながっています。でザガニガっていう人はですね、例えば鶏の絵をですね、右の目で鶏の絵を見せて、で左の目で例えば雪の雪原の景色を見せて、でそれぞれ例えばこう分断して、それぞれ の左の目は右の目が何を見てるかわからないようにして、それも逆は何が見えてるかわからないようにする。要するに右の脳は例えば鶏の目絵を見て、左の脳は雪原の絵を見て、それぞれ別々の絵を見せるわけですね、患者さんに。そうすると例えば脳梁でつながっていませんから、それぞれ別々の絵を左右の脳で知覚するわけなんです。ザワニガって人の研究実験ではですね、例えばこう右の目でいわゆる左脳ですね、鶏を見た場合と、で左の目、それで右脳ですね、そうです、右脳につながっている、雪原を見た場合で、全く別々の鶏と雪原ですから、全く関係性のない絵なんですけれども、これを例えばそれぞれの手でですね、自分の脳が一体何を見たかを書かせるわけですね、患者さんに。そうすると鶏、右の目を見で見た、左脳で見た、いわゆる左脳ですか、右手ですね、右手では鶏の絵をちゃんと描くわけなんです、見た通りに。でも例えば左手は右脳につながってますから、左手ので描く絵がですね、雪原ではなくてシャベルを描いてしまうわけですね。このシャベルをなぜ描いてしまうかっていうと、鶏は糞をして汚いので、その鶏小屋を掃除するためにはシャベルが必要なんじゃないかっていうふうな、そんなことをこう無意識に書いてしまうわけですね。これは一体 なぜかっていうと、こっち側で見た鶏の絵っていうものがこちらの絵左手に影響してですね、雪原ではなくて、なぜ鶏がいてシャベルが必要かっていうことを無意識のうちに自分でこうストーリーを捏造してしまうわけです。で人間の脳っていうのはこちらが、その理性的な脳と感情的な脳がありますけれども、感情的な脳、理性的な脳っていうのは例えば物事を順序立てて理性的にいろいろこう合理的に考えるわけですけれども、こちらのその感情的な脳っていうのは辻褄が合わないことを自分なりにこう合理的に考えようとする、そういう機能もあるわけですね。で人間の脳っていうのは左の脳と右の脳がこう、うまくこうそれが共同して助け合って一つのこう、意識というか思考につなげているわけなんですが、このザガニガのその鶏とシャベルの実験のように、得てして人間というのは自分の都合のいいように物語を作ってしまって、全く見てもいないものをシャベルをこう描いてしまうようなことが、よくあるわけですね。これは右脳と左脳を脳梁を切断した実験によって、分かったというようなことがこの本に書いてあるわけです。で池田さんのそのエントリーの中でも、この鶏とシャベルのエピソードが本からの引用で紹介されていますので、興味のある方は読んでみてください。それで、我々はその例えばこう情動反応っていうのはよく聞かれる方もいるかもしれませんけれども、例えば喜怒哀楽とか恐怖とか悲しみとか痛みとかですね、非常にこうプリミティブで根源的な脳の反応ってあるんです。それは
大脳がですね、いちいちそれを認識して、例えば蛇がいたり猛獣がいたり危険、車にはねられそうになった時にそれにいちいち意識して反応していったら、あの数秒かかって、まあ1秒とかタイムラグが起きてしまうので、反射的にそういう危険から身をかわすとか、すぐにその例えば食べ物をペッと吐き出すとかですね、そういう反射行動をするわけなんですが、そういう反射行動についても我々の脳っていうのは、なんで自分がそんなことをしたのかっていうことを、合理的に説明できない場合は、自分で勝手にですね、その理屈をつけて、それに対して納得しようとか、人に説明して自分の行動を正当化しよう、そういう働きが、まあ、その情動反応を自分で知覚したときに、後付けで起きてきたりするわけなんですね。そういう話もこの本に書いてありますが、例えばこう翻ってですね、まあ例えば我々のその親の世代とか祖父母の世代っていうのは、非常に悲惨な戦争体験をしたわけなんですが、こういう戦争体験っていうものが日本国民とか日本民族に対してですね、恐怖の記憶として情動反応に非常に強く刻み込まれているんじゃないかと思います。それが繰り返し、例えば8月15日になると決まってその戦争特集がテレビとか、マスメディアに出てきて、繰り返し、その恐怖の、記憶っていうのが補強されて、我々の意識の中に非常に深く刷り込まれるわけですね。で、その一体我々はじゃあなぜそういうものに対して恐怖を感じなければいけない、感じるのか、それに対して、合理的にその恐怖に対して理由がつけられない場合は、何かこう辻つまの合う都合のいいストーリーを、物語をですね、捏造なし作り上げてですね、それでまあみんな安心するっていうような、集団の心理があるんじゃないかと僕は思うわけですね。で、まあその理由がつかない行動とか体験とか、そういう自分の情動反応に対して何かこう理屈をつけて、安心する、でこれもなんかこう非常に朝日新聞がですね、一連のそういう報道をですね、読者と一緒に共有してきた、そういうなんか根源的なこう深いところにそういう深層心理、そういうものがこう影響してるんじゃないかと思いました。まあその情動反応っていうのはですね、例えば、蛇のおもちゃにみんな驚いたり、非常にこうプリミティブな反応なので、遺伝子の中に深く刻み込まれていて、それ先天的に我々の、機能の中に埋め込まれているんじゃないかっていう説があるわけなんですけれども、この本の中でですね、そういう刷り込みが消えるのには1万年ぐらいかかるんじゃないかっていうふうに、学者の説も紹介されています。まさかその第二次世界大戦、太平洋戦争のですね、非常に悲惨な記憶がですね、1万年も消えないというわけではないと思うんですが、もう一度ですね、我々の日本人が戦争で体験したことを合理的にですね、理性的に振り返って、客観的にこう判断し評価する、そういういわゆる情動反応、プリミティブな情動反応からの卒業の時期に来てるんじゃないかなんて思った次第です。興味のある方はですね、9月、7日の池田信夫さんのエントリー、ザガニガっていう人が書いた私はどこにあるかっていう本の書評をぜひ読んでみてください。それではまた。